こういった郵便物がですね、直接届いたんですよ、私宛に。で、名前差し出しなしで。で、これ封を開けるまで私も怖かった。自分のことをね、なんか、まあ、名前も書いてたんだ。で、これが一本だけ入っていて、とにかくパソコンをつないで、見るしかないもんですから、もう、私も世間から後ろ指を刺されるようなことだけは気をつけて、あのこの3年半は過ごしてきたんですよ。で、その中で自分も 何なのかと、特に開けるまでですね、勇気が出たんですよ。で、パソコンをつないで開きました。そしたら、画像がですね、合計20枚、このファイルの名前が、入り口と C、スクリーン調査依頼してきたんですよ。で、何やるかと思って全てを見ました。で、もう立ち上げますんで、まあ、ゆっくりね、撮ってもらって構わんですけど、で、そんな中で、私は跳ねるとかなと思ったんですよ、最初。誰かが。もう丸太を気に入らんで、作戦として丸太を今の座から落とそうと。と思ってこれが出たら丸太のことやからみんなふにゃっとするやろうと、そういうこともあったもんですから、で、ぶち上げました。で、30日からすると、いろんな調査をしたら、ですね、最初のページに、これは9月の8日ありがとうございました。記事に多分木口さんの名前が入ると思います。木口さんの自宅に行くので、4月の4月の5日の間に、多分山田陽子の家に行きますよ、ということで、私は思ったんですけど、時間がちょうど7時に木口さんのところだったら、7時半の奥浦発のフェリー久坂に乗るために行くんだなと。で、これを裏付けるのが、久坂の方から私に7月9日に、お疲れ様です、今木口議員が井出口さんを引き連れ自分の牛舎まで挨拶に来ましたよ、情報ありがとう、その際に特定の選挙、特定の候補者の説明お願いしますが発せられましたかと、今後の市長選挙に出る件よろしく頼む、木口から言われたよと。もうこれは事前動で警察は動きます。これは私を持っていけば、で、この部分はもう明日だな、このページは。で、次のページにですね、雨大丈夫ですかと、それが午前3時44分。上を読んでもらったら、2人が、ね、車の中でお会いしてるっていうのが分かるんですよ。時間が8時12分から。で、配送室の後で30分ということで、間違いされて、ついて乗せてます。この空白の時間は2人でいるから、LINE でやり取りする必要はないと思います。車内ですから。で、雨大丈夫ですか。この雨っていうことも、ちゃんとあ、そっちだ。雨が降ってる時間帯も、気象庁の雨データで、ちょうどこの7月9日、0時3時40分から4時までの間、雨が降ってます。かなり結構ひどい雨です。なので、この部分も、テレビも、それも、異常がないな、ということで、もう、ただ調べさせてもらいました。で、私が、山田陽子という部分が、現場は何か消されてたんですけど、一部分だけ消し忘れがあったんですよ、送られた方が。これはわざとですね、丸太に陽子という名前を知らせたいがために、特定させるためにわざとしとったと思います。それで山田陽子と私が断筆で言ったのは、私の5月8日からの出張に関して、書かれてたんですよ。まあ、ゆっくり読んでもらえばいいと思うんですけど、まあ、そういったもろもろですね、すべてのページを私が知り得ている情報とか寄せられた、内容でですね、確認して、これは 100% 黒だと、
そこから今度はですね、この中に基づいて、あの大変申し訳ないんですけど、私のこれをですね、どういうふうにするかということで確認を取るために、お父さんの実家元山の、そして山田陽子の家を張らせていただきました。でこれはあくまでも探偵会社とかに依頼すれば楽です。私たちも何もせんで、ただそうすると第三者に話が漏れたということで指摘されますから、あくまでも私の講演会のメンバーだけ協力してくれということで、私の出張中、二人は商店街を回ろうかということまで書いてましたから、心の隙間が油断されるんじゃないかなと、丸太がいないから。で、2日前、8日の日に夜に8時半過ぎに山田陽子がいつものように車で、元山の実家まで行ってます。でそこで太さんを乗せて午後9時山田陽子の家に荷を隠しながら、後ろの勝手口から家に入り込まれています。ここまで来たらもう私たちはできてるなと。でこの文章の中にも、子供を産んでくれとかですね、この話がバレたら自分と二人で心中してくれとか、で私の場合は市民の代表として今の立場があるもんですから、市民のためにやっぱり立派な市長を選び出さないといけないんです。僕は騙されてると思います陽子に。しかしこの現状を私はどうしようかということで、出張中の5泊6日悩みました。で朝帰ってきて姉2人に今後の落としどころを相談したところ、たまたま電話があったんです。はい。でもう私のことだから、もう動画もできてます、その8月8日ので。一回確認してもらいたいのが、その本人たちは嘘と言うかもしれんです。この写真動画に映っているのが息子さんなのかは、お父さんだったら分かると思うんで、非常に見たくないと思いますが、私は席を外しますんで、ちょっと見とってください、後ろを。あ、後ろいいですよ。画面が見えるように。お父さんに話して、神の子さんと騙されてをかけて、
でもこう一番大事な時にですよ、お父さん。で、多分このまま出たら入り口さんが通ると思って、そしたら弟は外やって、まあ、議会でやっていくやろうねって国をしていかん。お父さん、そう、議員としてなくて、情報を提供してくれた人のことを考えたら、なんとかしてくれちゅうことだと思うんですよ、こういう状態なのに、この人が市長でいいのかと。だから、一番やりたくないのが、やっぱり世に占めることなんですよ。昔の私だったら即出してると思います。だからまあ、うちの姉も、親しい仲っていうことはもう、こう何時間か前からずっと聞いちゃったからですね。で帰ってきて、もうできたら姉に一任すると一回でお会いさせてくれる矢先に電話があったもんですから、もう神様かなと思ってですね。多分これがそのまま黙って通った場合ですね、私はおそらく9月の初めての議会から倫理上の問題を市長だけじゃなくてこの山田陽子という議員で神聖なる議場をね汚すなということを言うのが私の役目だと思ってます。でもそれはしたくないと、まずは第一段階でご両親に説明して、あとはご両親に任せろと。山田陽子さん、男の手があるけど、もう悪い、ね、うん、私も聞く。で、あれ、もう、こう、うん、だからさ、はめられたんですよ。はめられてると思う。市長が、自分が市会議員で市長になって仲良くなれば、うん、自分の立場が良くなるでしょ。うん、それを聞いたりすると、ね、男癖がないって聞いとんなら、私は聞いてなかったら言わんけど、うん、誰でから電話かけとるんや、出入りばっかりしてね、言うから。逆に私も人を疑わないから徹底的に調べたんですよ。こんなものなんかじゃなくて、やっぱり送ってきた人の気持ちを考えたら、リスクを背負ってこの人は送ってきちゃったんですから、私に撮影してですよ。で最近山田陽子さんも LINE を初期化しています。で息子さんもアイコンを変えました。一番怖いんですよ、今デジタル社会で便利だけどきちんと守ったルールとかを守っていかんと、身を守らんとこんなことにつながるんですよ。芸能人のベッキーがこれだったんですよ。 LINE で暴露されて、で結局不倫が発覚して女死刑です。あの脇が甘かったです。山田陽子が、山田陽子の電話が盗まれちゃったですから、データを。内容を読んだら、本当ね、入口太さんがもう苦労して毎日を過ごしている自分も重々分かってます。帰ってくれないよかったとかですね、ひどい目に遭ってるとか、多分私のことだろうと思うけど、いや辛さは分かる。でもここで暴露してしまったら大事な命をね落とされた場合に、私は一生悔やむ。だって殺したのはマルタの行動が原因でというふうに世間は見るでしょうから、なるべく早い方がいいかなと思って、まあ、本気で早く落とせる本気にはこんな行動をするというふうに出しているので、そんなに思いました。そして政治的に自民党関係者には両側を含めて誰にも私は公開しません。知ってるのは私の身内と私の講演会の一部分にも人に協力を頼んだ人だけです。私の周りから、絶対データとかこういう内容が流出するということは私はないと、私の仲間を信じてますから、
だからタイミングが悪かったんでしょうね、すべて野口一太郎の突然たる出馬をしないと、ですぐ呼び込められて帰ってきた。さあやるぞって言った時に山田陽子がこればっかりはと自分の政治の汚さを利用しようっていうふうにはめられちゃったんですよ。で私は一市議会議員として思います、一番心強いのは市長と仲良くすることですから、議員は。私は反対の立場でずっと戦ってきたんですから。ね、菊池さんがこんなことをするのかなと思ったもんね、一回最初信じられなかったでしょ、最初信じられなかったでしょ、次は見えないの、それから同じ目に電話だけして相談ができて、何でこんなに言う感じと同じだっていうために旦那さんに言えなかったし、そういうことを気持ちがもうあったけ、もうお父さんから電話がなかったらちょっと持ってやるのにね、言ってお父さんに会いに行って言ってみたんですか。ねえ、大事は付き合いをするのよ、女の兄弟に一つのテレビ一つでも話すのになもなかって、それが分かって初めてね、まあ、お父さんそういうか大学にやってきて、なあ、お父さんによって付き合うわけねっていう、やらないこと逃げますよ、それ、自分だけお守りますから、自分の立場が通った本6ヶ月後の切り替え気にするのは、そのためにバカにしますよ、私ははめられたって言って誘ったのは向こうで、それが女ですよ、言ったな、だから警察官と別れてくる、見抜かれて、で、それやけどその今までの悪態が子供二人にちょっとですね、山田陽子の場合は障害者ですから最初にお兄さんの子供も兄弟揃ってて本当ありえん話です、選抜が一つですよ、子供たちにかわいそうに、赤ちゃんを産んだらかわいいだろうな、かわいいだろうなとかですよ、私たちの男と女の関係がありますし、放課で密会してますね、また行こうねっていうような、自分は夕方の日に飛んで朝一時のサイズで帰ってくれば発表の必要はないというところまで帰ってましたから、また行こうと必要になったら、東京出張があるから、それで向こうで会えるから会えるからいいじゃないか、後藤の妻が目立ってたでしょ、陽子は。そうやね。で、絶対バレないって陽子は言ってましたから。で、夫婦別れてくれたら、よかったよ、って思いよったんやね、自分も別れてる。いいやつ。騙されたんですよ、この山田兄弟には。だから、一つですから、私は十何年か。夫婦さんの気持ちもわからんね、東京でさ、子供と二人でさ、お前で帰ってきたの、それで子供のために帰ってうちの隣になって、それで福士さんが選挙運動をしてるっていうのは分かっても、こんなことに逃げていたって言って、騙されたって、陽子から騙されたって、まだね、市長になってからすればよかったって、そんなの市長になってから、怖そうですね、怖そうですね、あぶらちくろうなってくるから身を引いた方がいいって言ったら、ここで4年分我慢して、まあ、選択肢が2つあってね、そのまま立候補するってするじゃないですか、で通るのは通りますよね、通ったらここが議会の市長という立場でバンバンそのことを言うはずですから、正義の味方で市民に対してね、そしたらもっと苦しいですよ、あんな公の、今はまだ公になってない、ここと後援会の何人かが知ってるだけ、
だから本当に綺麗な身になって4年後にね出るっていう選択肢も私はありだと思う。だからさ、この 一瞬7月かなんかいつなったのか知らんけど、この第2は7月の初めからですよね。で7月にそういう男と女の関係になったのかもしれんけど、3月ぐらいからいらっしゃってるでしょ、ひとしさんは。ね、だからいきなりじゃないんだけど、やっぱり1ヶ月を、ね、に、告示日を1ヶ月前に備えといてね、ダメですよ、これは。元さんが聞いても知らんって言うかもしれない。本人はね、元さんのこの降りる写真を聞く、そうですよ、玄関から入っとったらいい。なんで勝手口からスッて入るか、誰ですか、落とし入れて見てます。人生ばっか出会ってきておきました、こんなから言われてね、それはあるかもしれない。出口は LINE ってわかるでしょ、携帯わからん、LINE ってですね、ここにちゃんとこう入り口に写して出てるでしょ、これ京子さんの携帯を抜いてるんですよ。で LINE するときは相手の名前がここに出るんですよ。だから間違いなく入り口写しさんの人の LINE で、陽子さんがこっちなんですよ。 LINE がわからない。ああ、会話式でずっと行くんですよ、 LINE って。でずっと全部の会話がこう残っていくんですよ。だから全部読めばどういう関係だってもう一目瞭然なんです。7月8日から7月の24日まで、よう取ってくれちゃうんですよ。取った人はもう本当大変やったと思います。ドキドキしながら、もうそれだけやっぱり怒りがあったんですよね、陽子に、元彼じゃない、元彼もちょっとですよ、誰だとか。神戸大学 の教授をしてる人が2008年から後藤に入っとって、市の授業 でその方と大橋という教授と山田陽子はできてたんですよ、ずっと。で今年の初めぐらいにお別れになられてるみたいで、寂しかったんでしょうね。身内じゃないと抜けない、携帯は。陽子にからくられちゃったですよ。本当は私は表に出したくないです。だからお父さんたちでお話しされて、まだ間に合うと思います。僕は身を引くのはいろんなこと考えたけど、今回は辞退すると。そういう勇気がなければ僕は市長として務まらないと思う、一人間として。それがふるさとを持とうと思っておけば判断できると思います。ひとしさんの奥さんも頭がいい方だろうから、聞いたら一緒で提出しますよ、絶対ね、どっちかに、どっちかに、陽子にやる、陽子やる、本来はね、頭がいい人だから、そういう人になるさ。もう本当陽子がそんなことしたばっかりにね、家庭が破綻するわけよ、夫婦がね、女子さんもね、ちゃんと幸せな家庭で子供がいらっしゃってね、いい大学行ってさ、幸せな家庭だったろうけどね、そのためにさ、女子さん夫婦は破綻するわけよ、今まで幸せで何にもなかったのにね。仮に私が自民党の一員として出口都市後援会の組織に入っとった場合でも、私はおいてお前何しろとかってやめろって言ってます。僕は
は任せられないもんと、こういう人に。そして山田陽子の議員でいる限り任せられないもんそうだけど、出れんやろ普通はね。不倫してさ、うん、私悪いけど、太志さんも野口市長に対してよくこんなことができる度胸があるなって思います、うんうん、その度胸わかりますよ、うん、度胸は市長になっていいと思う、その度胸があるなら、うんうん、でもね、野口さんが連れてきたんでしょ、お願いされたんでしょ、そしたらさ、野口さんにまで本当に顔に泥塗るよ、そしてね、市長になってからするならいいって、まだ一歩譲れば、うんうん、ええ、今までいいんですよ、みんなこの世の中さ、暑い中動いてくれよって感じね、そして悪い言い方するけど、みんな暑い世の中歩いてお願いしますって言いよんのに、夜は夜な夜な8時半からさ、こうしていってさ、で10時半には電気真っ暗になるんですよ。帰るんだったら12時ぐらいでも帰る、電気消えないでしょ、電気真っ暗になるんですよ。一回勝手に力入ったって言ったね。そうよ、ね、うん、閉められるって、うん、そうそしてね、この LINE にあるけど、家に帰ったら玄関が閉まってた、元山のお家ね、玄関が閉まってて、かろうじて勝手口が開いとったから勝手口から入ったって書いてるんだから、いろんなような戻ってきてることもあるんですよ、そのご実家にね、入り口からご実家に。だからね、子供じゃないからどこに出る、泊まってくるとか言う必要はないけど、いい大人だから、もうやっぱりはね、そういう不倫をしてる人が後藤市長に出てるっていうことは、出たっていうことは、私は後藤市民を全部馬鹿にしてるっていうしかならない。でも不倫になりますよ絶対、そういうことあって当選しても、そういうことを人ができるのかって言うでしょ、うん、あんた、これはね、うん、言わないかも、うん、そしたらあんたが言わせるために市議会を落とすかもしれないし、ね、うん、攻撃するやろね、半年後に選挙があるから、まあ、でも9月と12月と戦わないかんじゃん、うん、そうね、その前にで、そんなことで命を落とすようなことは絶対あったないから、うん、お父さんに委ねるしかないんですよ絶対。さっき言ったけど、お母さんが聞いたらもう死ぬって。ああ、ね、でもどうお母さんに教えはもうね、うん、選択してもらえばいいことだから、それはそれでいいけど、やっぱりお父さんしかいないんじゃない。知事選でルーバーですよ、来年の2月、まず議員運用年間になって、うん、地方を覚えて後藤のことを捨てて、うん、でそれで市長に目指すんだったらいいと思いますよ。私もそうやって周りに詰められる人ですから、勉強不足で早まんなって言われる人ですから。いや、あんなが明るい顔を見たらそんな不倫するような顔に見えんじゃん、どうしたの、うん、また言うと目撃したのはこの一件じゃないんですよ、夕方5時もう映ってるんですよ、別に玄関から入るよね、うん、全然問題ないと思う、うんうん、いかがわしいことがあったら隠れて入り、出入りしようでしょう、もう車から全部確認させてもらって、副議長さんを狙ってるそうですから、今この選挙で成果を出したら自民党員として認めてもらう、それは谷川仁志と約束してます。でその後、対戦選挙後に副議長、女副議長が誕生するそうです。だから大石健吾と一緒ですよ、大真奈美との関係をこっちの後藤番でやるよとですよ、陽子の支持しよくのためにさ、うん、やってることでしょ、仕掛けとるだけでしょ、うん、そう、男を使ってさ、うん、しかもね、市のトップをね、市、うん、のトップを使ってさ、
ビデオログしたんじゃないよ、美容法は。それしかないね。誘っちゃっとって、うん、ドライブ行きましょうとか言って、うん、でその件なんかちょっとでも。いよいよだけ10時半に電話を、電気つき、うん、切るんですか、うん、で疲れてみるとさ、本当毎日の活動がよー彼はできるなって僕はあの尊敬した。夜は夜で活動して夜、ね、昼間は昼間で一生懸命に、ね、太陽に照らされて捨てなかっかよって、で夜中の4時5時にメールをして、うん、メールしてね、 LINE をして4時5時起きとって、うん、1、2時間毎日寝るのは、こんなに一生懸命やってくれる陽子さんが、うん、もう本当支えだって思ってないの、うん、ありがたかったでしょう、うん、大変だけどそれは一番喜ぶ、市民が喜ぶ内容ネタです、これは、やっぱりね、お父さんにね、姉が言ったんですよ、知らお父さんに、ね、ちゃんと知らせるって待っとって、ええこれもちょっと考え、知ってくれないかな、大学の大学とも手がけてきた大人のために大学に大学に爆裂することしかいないいいんじゃなかったら本当に爆裂してます。でもこっちにあのデータそのものもお渡ししますんで、太志さんにこの状態で丸太に届いたと、でそれからやっぱりあの調査したと、こっちは、はい、こっちをお渡ししますから、ね、失礼だ。本当、本当、本当に言うこきっこじゃなかったんじゃなくて、とにかく。もう顔を立ててくれれってことですから。二人から言われたらもう、私も言うこと聞かざる応援するから、一人やったら多分、いらんこと口出すなって言っちゃうはずですよ。最近までで一緒の内容で次から次に出てきて、あとはご家族で話すんですが、あの辞めるのも大変、でもとうまく通ったとしても大変です、まあ、それまで私は黙っときますよ、待っときますよ、議会でで落選運動ももう今日でやめますから、今後しませんから、もうこれをしとったけん、それを踏まえてしようと、うん、そういうことしとったよ、俺は、でも一切喋っちゃう、うん、
やり方とかのどういうふうにするというのは私に一人ですけど、こういう形になった人は不甲斐な気持ちでおるかもしれないですよ。送った人は表沙汰になってないということで、やっぱ気になると思いますから、私に送った以上。よくやったんじゃない？よくにいろいろやられたんじゃない？逃げられたって言って、腹が立った。大橋先生は、病気を死ぬ。もう、死んだだけ。女めぎ爪のデコワンにされとくですよ、絶対。バレないように。気をつけていこうとかね、バスに気に入らないことをするようなこういうことならないんだね。いや、よくならないでもやっぱり集中してないかもとね、選挙は選挙だぜ、頑張って気に通ったのね。まあひょっとしたら神様が現実にまだ早いよって、その合図かもしれんですよ。そのこと考えにくいってるか、お父さんの今の時期は大事だから、救急車に取れないとね、女の子のゴールみたいな、うん、俺も必死になってね、言わんに言ってなきゃ知らんきゃって言って、そしてさ、そしたらから家に行くって言うはずないから、陽子が家においでって言っとくとさ、そしたら陽子さんの家に行きたいって言うはずないでしょ。でも場所を、家を、自宅を選んでるんだ。私たちももう70やけんね、もう夜起ききらんもん、だってやっぱ40でかくやからってな、元気やないの、だって私もお母さんのおっさんとおっさんと癒やせちゃったもん、はい、でも温泉と聞いたね。私は母と二人で反対したいって、弟が落ち着いた時にもうやめてくれるし、おふいちゃんとね、ここ妹にしたいどんな子あったらおふいちゃんかな、でもひろきさんはこの弟の人だって言ったもんね、かわいかったもんね。だって中西に任せられるんですよ。それと荒尾さんも34年間何もやってきちゃった、担当はて、で私が手を引いたのが、荒尾事務所は丸太をつかんと全部、荒尾がそういう言葉をね、あんた頭大丈夫かって本人にね伝えんことやろって、普通はそれを堂々と言いに来られるって言ってたら、だから僕はもう今回は正しい人の選択をしてくださいをアピールしとったんです。それぞれに、これが本当の民主主義ですよ。だって僕なんか当選した時に椿山の経営からですよ、一件一件お前が支援してくれた人は回れよって言われたんですよ。で答え、私が返したこと誰が入れてくれたか全く分かりませんって、もう身近な20名ぐらいの人しか分からんと、
だから見てくれてる人はどっかにおっとですよ、必ず。でも悔しいね、この世代、山田陽子から眺められたっていうことが悔しいね、私は。で、機械で言ったけんですね、山田陽子は。男と女の関係をありもしないことをネットに誹謗中傷してるとか、私がしてないことをそうやって言うからなんかおかしいなと思ってたんですよ。自分のことはいいですか？だけど、ね、うん、最初にね、その方によると、うん、前の会社ではありもしないことをやったとかね、通帳されてると、うん、その後に男女関係があるとかも言われてると、うん、だけど有名なんで帰ってきたな、その子はね、うん、守りよってですよ、議会で、そんなことはないって絶対バレないって言うことですから、陽子は。自分の家にさ呼び寄ってる場合じゃあもう、うん、いくらなんで。選挙が近まるとドライブが見つかるよと、うん、家を求めたんだろうね、会、うん、ってる時間バレるって家やったら。でも入ると人出ると両方抑えられたら一緒よね、うん、立派、本当に立派で、陽子は多分犯人探しをしていると思います。丸太に流出しているのはいくばっか分かっていると思うんですよ、うん、分かっとやるね、うん、だから LINE を初期化するとかお互いで操作をしておくですから、ただただ少しさを利用しようと思ってるだけやけんさ、うん、別にバキガンを食ったってよかったと思う。人が引っ掛けられた、うん、被害者の私が乗ってね、うん、それぐらい言いますよ、彼女は失格です、これは議員として。本当よ、人間でやってた半年後は登録されかんよ、うん、そんな不倫をやってた男まで黙ったかって、10からやったんですか、なんかこいつはて山田陽子と意識的に山田陽子ってどこかな、ねえ、でも世間は気づいちゃったよ、世間はあった、でだってもう親たちが一生懸命じゃん、もみんなに気を使いながらね、お父さん食べんでよかったまま食べてね、そうね、そう、何回も選挙に出るってなったらねえ、河川でよく頭の毛ね、気がつこうって道ですれ地獄でね、頭の左遷やったよ、あら丸太高明雨やザーメンお茶かやゆき、そこまでなくてよ、もう話が、うん、そう、だからお父さんや母さんがもう気がつこうって一生懸命やったって言うたらよくわかる、だから体がね、母さんで寝そばってねし、足もあの道具でなかったねし、山田陽子を歌とかさ、女子さんに騙されてそういう感じになったり、うん、いうのがもう、もう本当、なおも知らんってやって、女子さんに来て。うん、本当に女子さんがそれで向けて、丸かと誰かと戦う、うん、覚悟があるなら、覚悟があるなら、それでいいよ、俺は。うん、でもその方が命を落とすほど、いやいや全然違うね、議場でやるっちゃって俺は、そう思う、まあ、そこは頭がいい人やけん考えきれやるからね、でも本当情けない山田陽子かって考えられる、そうですね、まあ早い方がいい、どっちかの結論を出すのは大変で、週間しかないね、スキャンダルがさ、なんか一番みんなが楽しむ
ね、話題やもんね、うん、こればっかりは。それも市長選ですから、うん、市のトップを選ぶ選挙でこんなことあったらいかん、悪い噂ほど早く回ってるから出て回すわ、うん、でもやっぱりお父さんからお父さんが聞いたらお父さんの本物じゃない聞いたら、ああそうか、今ね、誰でも携帯が持っとってね、来たるってね、そこだね、そうだね、うん、録音もできるし、うん、夕方6時ごろ入ってる玄関口でも映されちゃったですよ、まあ、それはもう個人の情報があるもんですから私は言わんけど、それも届いてるんですよ、やっぱりご当番のネタはいかんですよ、うん、ね、舐めてはないんだけど、誘惑に負けたんじゃない、うんうん、多分これは負けた、舐めてはないけど、うん、市議選ぐらいやったらね、うん、問題にならんだろうね、一人が選ぶ選挙だけね、うん、それでもさ、そのテレビでもさ、象徴の、うん、あったね、何でも出るじゃん、本選挙でね、そうそう、これやってやられたと、これぞっていうのは分かる、これ女にはめられてる、ね、嘘でね象徴ぐらいの話でもってやけんさ、市長選挙もっと出るわな、うん、でも青山さん議員のもとで選挙ってね、うん、青山さんも総理大臣を狙う一人ですからね、今度、そら取材が飛びつきますよ、マスコミは、うん、元秘書っちゅって日本を守ろうとする総理大臣候補者がですよ、自分の秘書がことでないって言ったから、がっかりすると思いますよ、青山さんも。尊敬する国会議員の指定なんですよ、私が。青山さんは、どこの派閥にも属さない、講演会も作らない、企業団体も受け取らない、ああ、本当の政治家と思ったんですよ。で、中村康弘から去年のうちから聞いてました、井出口君が出るかもしれんねと。で青山参議院の秘書がやちょっと素晴らしいってやけん、丸田君も協力されて、去年も言われてたんですよ。と、国境大の保険もやられてる方がいらっしゃるでしょ、うん、その方も、安井さんのお店で、丸田君頼むけんね、ということを去年言われてました。横がゆびつけとか言えるの、うん、横がゆびつくことですよ、横が、うちの息子が曰くすんな、うん、横にそれが一番いい、うん、だってこんなに奥で気がしてるのがさ、あれしかないね、よかってそこは、うん、誰だがよかって関係なかってそこは、そうやまって、歯が痛いじゃん、陽子の関係からさ、陽子を見てるっていうのが、陽子にやられちゃってこんなことがあるのさ、陽子のせいで、陽子を意外にない、陽子の留学がうまいっちゃね、陽子がうまかったろね、うまいさ、兄貴の秘書がちょっと時に使ったってないのよ、その時も、うん、その時も相談した女の子もったんですね、 PTSD になって頭が狂ってしまって、よく行ったなーって言ったろ、畳は娘、二重人格もいいところにね、男の前では幸運しとってさ、こんなにやったお前なんかみたいな、本当で、大村の学校に子供を預けてるんですよ、一人を、でそこの職員さんが山田陽子が運動会に来んやったと、
来る気よったのか、うん、自分の我が子の運動会にもほったらかしてなんか好きな言葉する子ですから、うん、福祉じゃあのどの子の綺麗なそうなことは言うとですよ、次は全部慣れなかった、うん、次から、ええ、次からでもね、まだでもそうなったでもこれが残ってるだけね、話はね、なんでそうなるかというとで、だからもう守ってやらないかんとですよ、私たちも太志くんを、本当よ、うん、本当よ、全て山田洋子が悪いんだ、こいつは通らせていけないって、でもそういう話になっても相手はどうのこうのって私たちは隠してやらないかんとですよ、そうしてやらんねって言ったのが二人ですから、お父さんはそのピンクの袋で包装でね USB をデータも送ってきとったら、そこだけはちゃんと理解してくださいね、これが吸うわけじゃないからっていう、弟はそれが送りつけられたから市民から送りつけられてるけん見たらびっくりして、自分の一人で秘めてるわけにはいかんって言って講演会も何人かが来ただけです。でそこはちゃんとその精神に受け止めてほしいと思う、でっち上げじゃないから、なんか福士さんと陽子に言うべきやから、本人ね、本人に陽子は陽子を責めたてたってよかった、責めてもどうなることじゃないけど、もう怒ってしまってると、どうして人間とかって言うの、そうよ、私だったら言うで、もうやめんねと、養護したいね、そう、養護がでしたい、うん、ねて今でもうやめればよかった、うん、辞職すればよかった、うん、それでやったら私は納得します、うんね、うん、まあ入り口太志君もあの考えが変わるでしょうから、私に対しての、うんそうね、私は守ってあげますよ、お通しは守らんという感じですか、僕たちは、ええ、3月のある学校の卒業式、陽子は私に釣り寄ってきたんですよ、入口さんは私は以前から知っててとっても素晴らしい人で、で、あの野口市長みたいにこっちはこっち、こっちはこっちというふうにしませんから、だから応援してくれるって言って来たんですよ、なんでここまで肩持つとかなって疑問であったんですよ、その時。本当は記録って見えるとね。横にちょっといいですか、うん、あらは隣の隣に座ってよ、うん。聞こえるように言うとですよ。それは自分のポジションがもう確保できちゃって、次に、うん。当選すれば、当選させれば、自分は組長だって。うんうん、これが政治家なんですよ、僕はそこが一番嫌いなんです、政治家の自分の支持しよくなってるからだねってやつ、うん、もう見たくもないから、私の顔なんか名前も聞かない、うん、いや、本当に名前も聞かない、声を我慢するとかもう大変抑えるのが、この現場を映してくれた時に僕はちょうどあの福岡の九州号に乗り込む時だったんですよ、私を現場におらんでこれを映させたということは、私がその場におったらその場で決着つけてますから、お前たちはって言って、うん、ワンクッションを置いて落ち着けとしてくれたかなと、その時うん、私があいつの写真が撮った人に見たと、弟がおらんでいた、うん、起きたらお父さんも家に乗り込んだって、うん、僕それもね、どうなっただけでもよかったって、まあ必要な人間は守られるとですね、お天道さんから、必要でない人間はお天道さんから見放っちゃうとですよ、もう5、6回なんですからね、私たちが現場を取っとるのは、
で私のもうこれ着お話しつきますけど、私の兄貴分の入江俊夫さんお会いされたと思います、ご当社の、はいはい、で入江さんにだけはどういうふうにやったらいいやろかという相談しました。やり方間違ったらお前が悪者になったぞと、死なせんことせると出口君を一歩間違ってやり方間違ったら死ぬぞって、うん、でお前も悪い立場になるぞって、うん、大変やろうけどその辺考えて動けよと、自分が親に言うのも簡単と、ただ動いてるのはお前だけんで、今朝言われました、7時40分ジェットホイールの中で、恋は魔物中だ。まあ1日2日前にバレるよかったですから早めに、うん、お父さんの耳に入ったんですから、ね、早くに、うん、今日何も父さんが言われたら8時半に出てくる、うん、今日も確認します。言ったら警戒するとかもしれない、うん、警戒するでしょ、うん、多分もう山田陽子の出勤日程も全部頭に押さえちゃってですから、私たちはだから昨日はあの おいしいお食事をみんなで食べに行った中でですね、休みやったから、で今日は出勤なんです、今日は休みなんですよ、うん、出勤でね、今日は休みなんで、さあ俺の出番だって多くは行きがって帰ってきたところ、こんな話になって、だから合わすんだということでしょうね、本人たちに私を、僕の考えですよ、万が一今回出ランチになったら野口さん出ると思います、ね、出ると思います、ね、で取りますから2週間ぐらいでも出ても、僕はそっちの方がご投資の安定でいいと思います、4年間頑張ってくれるかですよ、僕も1回落ちたに落ちてから一生懸命やったんですから、やってもらいたい、僕は4年間どんどんから、いや応援隊が OK ですよ、水谷、いやこあの一応もう緊張したですよ、いっぱい作っていって、怖かったですよ、ただ慣れだけは、うん、いかんなと思ってですね、最初の気持ちを忘れないように、やっぱり私もこういう風になるか なるかもしれんですからね、そうです、自由な身ですから、嫁さん子供は向こうの佐世保に今住んどるですから、学校関係で、自由なんですよ、僕が一番怖かったんですよ、だから怖かったんです、届いた時に何やろうかなって、まあ勘違いされるんですけど、僕はあのちゃんとお話しすれば私の性格はちゃんとあの読み取っていただけると思いますから、まあ、大変でしょうけどお渡ししますんで、この話は、あとは親のミスとかですよ、はい、頑張ってください、
命は絶対落ちさせてくださいマーリオ、うん、この時でね、うん、山田洋子が死ぬ、うん、そうですよ、山田洋子が死ぬ、山田洋子が手伝いますよ、ね、いっぱい、うん、だってそれが司会師だよ、うん、山田洋子に対してね、うん、そう司会師ちょっとですよ、うん、それをさ動画が巻き込んでさ、うん、本当ダメだよ、今からの人を巻き込んでさ、うん、そして自分の私利私欲でさいいポジションに作る、うん、だから公園会長の佐藤さん先生、うちの嫁さんとも関係しとくですからね、学校関係で、うん、いい人なんですよ、筋が。